おーし。ダメだこれ。視聴者の皆様お疲れ様です。本日ミオの初デビューホール。初めてダイと俺が写しちゃってるわ。まあ、短いやつやん、ピッチングとか。これ。うん、ピーか。ピーとキューと何があんの？5番。5番が難しい。短いやつや。数字が大きいは多いほど短いから。ピー。ピーか。うん。まあ、ピーからにしよう。ピーから。簡単なんで。いや、出るかな。はい。緊張するわ、そんな。それ乗せないか。乗せないでいい。アイアンは地面から打つやつだね。ドライバーとかそう乗せるやつ。いや、いつもどうやって撮ったかな。どんだけだよ。やめて、やめて、何もしねえよ、俺。何もしねえ。出るのか、果たして。第1球目。硬いからさ。ちょっと素振りしちゃうんじゃない、ちょっと軽く。いや、おかしくないです。普通これと 何回かビュンビュンビュンってなんか思いっきり振らんかい。ビュンビュンビュンってなんかリズム取った方がいい。その一個一個チェックより、その何回フンヒュンヒュンってリズム取った方がいい。おー、いい感じ、いい感じ。ヒュンヒュンヒュンって。おー、いい、全然いい。最初は分かる、打ち上げとる、見とって分かる。ダフル、もっと低く低く出す感じ、イメージ。なのでちょっと打ち上げて取るもんで、もっと低く打つ感じ。この当てる感じ。そうそうそう、上に上げたいもんで、やっぱそうやって打ち上げちゃう。もっと体で打つ、体しか意識しちゃうから。でもなんか足動かしちゃダメじゃない？いいよ、動かしていい。なんか曲げちゃダメって言われたの。プロは曲げていいけど、力かかる方が一番いい。もっとそんなの飛ばんだろう。もっと向こうのネットに当てるぐらいのつもりで。おう、そうそう、ビュンって言うぐらいよ。そんな力強い。やめてよ、尺が長いよ、お前。まだ早く回すの。はい。第1回スクロールってどうですか？楽しかったです。あ？楽しかったです。だいぶ打てるようになったからでもな。え、結構最初に比べたら水増しになったよね。そう。一応前3月の2日、お前後半はお前3ホールぐらい動画撮るぞ。頑張ります。あんなお前ティーチングプロと一緒に回る機会がなかなかないんだ。しかも、ま、マンツーだから3人で。ないよ。頑張ります。でも、まあ、当たっとったね。やってるようにはなってたよ。そう。右にあんま行かなくなってた。もうあと2回は3月2日まで練習行くんだな。はい、スケジュール予定が入っとんだな。はい、一応分かりました。お願いします。楽しみにします。できるようになっているのか。緊張して吐きそう。ナイスショー。うわ、乗った。え、すごい。あ、でかかった。あ、でかい。こぼれた。すごい。低いな。乗ったけど跳ねて奥行っちゃったな、うん、ちょっとクラブが違っとったね。大きいか。大きかったな。155。そんなもん。ピン奥って言ったんですよね。うん、だから旗のところには落ちたんだけど、もうこぼれちゃったよみたいな。すごい。でもすごいね。俺も乗せたるよ。カメラ回ってる、調子いい。いや、回ってますんで。回ってますんで。こういうもんよ。来た来た来た。いつもの感じよ。まあこれぐらいの、やっぱ全くやったことない子はどういう感じかみたいな。あ、ボールに行くの戻しようと思う。それあの、手元だってゴルフ場で行ったら、あれなくなったあの OB とかのやつを、あ、球当たったって言うやつおるんだ。今落ちちゃったね。打てれよ。どこですか？赤と赤の。そうそう、赤と赤の。ここら辺ですか？はい、OK です。うん。ちゃんと打てよ。そうそうそう。
あ、緊張してきた。一回ちょっと素振りして。いや、緊張する。近いみたい。吐きそうか言って。二日酔いか、お前。おっさんか。あ、近いみたい、近いみたい。やっぱそうやって力むんだ、強く打ちたい。近いな。軽く。しっかり見て、はい、行ってみよう。ヒュンって軽く。リズムで振る。さあ、もうちょい。やばい、緊張。ちょっと遠くない？もうちょっと近く。おお、いった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 。おお、しかもでかい。あれあれ。おお、奥までいったやん。ナイショ、ナイショ、ナイショ、ナイショ。すごいじゃん。ありがとうございます。やるやんけ。ありがとうございます。やるな、お前。ありがとうございます。これもう僕何ヤードですか。まだ100以上ある。ないです。あそこでね、70ぐらい。70。あ、本当っけ。お、すごい。あ、意外奥か。奥行った？でもすごい、めっちゃ綺麗ですね。薄いよったろ。見た？はい。すごい。まだパーチャンスある。よかった。最近アプローチはマジで、スイングがだから良くなってきたんだよね。そうそう、だまずお前からだ。やったことないもんな、それ、そこ。ちょっと難しいですよね。そういえば。パターでやらせるかも。あ、パターの方がいいかもしれんな。これ2打目。寄ればパーチャンスだぞ、お前。おお、でもいい結果、ほら、結果、ほら。めちゃくちゃ打ったけどな、お前。むちゃくちゃ打っただろ、今、お前。どこまで狙うと、向こうまで狙っとっちゃうか、お前。でも、悪くないですか？悪くない。でも、だって。初ホールがお前ボギーの可能性あるぞ。パーもあるんだぞ。あれもう一回出るからパーだぞ。人生初ホールのパー。入れたい。なあ。入れたい。あ、じゃあ先生。先生すごいです。先生だと、もう YouTube でやったらやばいっすね。まあまあ、まあ、一打、あれで打ったんだな。あー、さすが。これ。ちょっと大きい先生、やっぱもうカメラでやばいね。カメラ映り慣れてないね。お前先でいいよ。私先、うん、社長さんの、社長さんの、何、俺の話。あ、社長さんの。いや、おいじゃん。そうで、もうここ乗ってから触ってもいいもん。あ、それ力加減だぞ。うん、ボール転がすような感じ、うん、力加減気をつけろ。お前難しい。あー、強いな。はい、もう一回走れ走れ走れ。はい、走れ、もう一回行ってこい。ダメだ。行く。あ、走ったらあかん。グリーン上では走ったらあかんだ。走れ走れ。ごめん。俺が怒られる。急いでな。俺はあるぞ。いや、もう、うん、それは自分で、もう距離感だんだん分かってくるだろう。おー、ナイス。そう。うん。入れるもんな、この距離を。だけど先生、ちょっと待ったもんね。普通にパー取れとんだけど、これミスったカメラのせいで。でも俺これ2オンだもんね。もうこれ入れやパーだ、先生に勝てるんだろ。え、今なんか入るそうになってキュンってなってる。パってなってる。俺すごいな、ここに落ちたんじゃない、タイミさんね。ねえ、下手したら入っとったね。見て。入ってる。ここに落ちたんじゃない。いや、直しとかない。いや、あのフォーク、カットをさせちゃった。え、これ、超絶弱くていいってことですか。そう。さっきの、もっとボールに近づいて。強い、はい、強い。強い？強い。どんぐらいだったらいいんですか？いや、それ、もうだんだん分かってきたら、もう力加減ぐらい分かるだろう、お前。難しい。
もう最初はしょうがない。ぐらいの感じ。オッケーオッケー。でもう一回いいや。何回パップやった？もうわからないです。あ？はいはいはい、ネロも待っとるでしょ。入れないですけど。じゃあこれをあのやっぱ後ろが待つから順番だから、あのこれも急がなか。これも俺らが一回遅れたら全員遅れちゃうから、まだ待ってないでいいけど。ミオラ初デビューいくつですか？カット 8？ うん、ミオラ初デビュー8。おめでとうございます。ありがとうございます。パターの練習を、パターの練習してください。ミオラ初デビュー、また見たな。また見たな、また見たな。女子してんじゃねえよ。Thank you.